急激になんか遺跡とかいろいろ出てきたんだけど、遺跡じゃないかもしれんけど。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラグジュアリーサロンサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回はお散歩におすすめのチャリチョコ村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベリでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでチャリチョコ村に出発。はい、チャリチョコ村に到着。え、なんかめっちゃいい。え、なんかすごい雰囲気好きなんやけど。夢の世界へようこそ。あなたは今チャリチョコという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは予約のチャリチョコの世界をご堪能遊ばせ。チャリチョコってどういう意味なんやろ。早速ちょっと気になる。あ、なんかすごいいいね。和風な感じの村なんかな。竹がいっぱい生えている。あ、こういう感じのちょっと好きなんやけど。ちょこっと短い滝が生えてる感じ。そしてこっちには水飲み場と、あーいいねいいね。ピクニックやピクニック。ここでピクニックを楽しみつつ、あ、なんかこういうレンガの上とかでも結構なんか絵になるんだな。魚釣って食べたりとかするんかな。そんな野生的なことはせん。せんかな。はい、それじゃあちょっと一軒目に。あ、この辺の、見てこれ。この柵が、マイリザで書かれとる。そういうやり方もあるのか。森の管理は私の仕事。管理人さんですか？メリアさん。なるほど。ここが森の管理人さんのお部屋ですね。お邪魔します。なんかすごいあったかい感じ。なんか入り口入ってすぐに暖炉があるってちょっと新鮮な感じやね。新鮮な感じやね、すごい。え、なんか、家具の配置の仕方がすごい独特なんやけど、面白い。ワンちゃん。もっと暖炉の前とか行けばいいのに。あったかいのに。あ、でも真ん前におったら暑いとかかな。まあ、うちは、犬も猫も、ストーブの真ん前におるけどね、絶対暑いやろって思う。実際体熱くなっとるし。ほい、2階もすごいシンプルな感じ。何かしらガタガタ音が鳴ったような気がしてけど、気のせいか。気のせいか、怖。ん？あ、これか。下が砂やけんってことか。サクサク音が鳴りようやね。あ、なるほど、なるほど。全く砂やと気づかんかった。え、なるほど。面白いね、なんか。あれか、パッと見で決めよるっていう感じなんかな。こう、細かくとかじゃなくて。はい、お邪魔しました。なんかすごい不思議なお部屋やった。ん？こんなところに。ん？なんかいろんなものが落ちとる。なんかその一つ一つにもね、すごい意味があるんかなってめっちゃ思ってしまうよね。ごめん、押したけどめっちゃ。なんかすべての家が、あれか、村の四隅に配置されてあるんやね。あーいい！めっちゃ秋になった！で、さっきから秋なんやろうけど。さっきから秋なんやろうけど。すごい好きー。すごい好きー、突然の告白。はい、それじゃあ、ちょっと二軒目のお家はこっちだね。あ、かわいいやん。いいね。どうも。メルコさん。かわいいものと占いが好きなの。女子力の塊っぽい感じだな。お邪魔します。おー、いいね、いいね。あ、お菓子系の家具屋とか、こういう、何系って言うんやっけ？プリンセス系？違ったりして。
なんかそういう系の、やっぱ可愛い感じの家具が多いのね。卵家具。あ、うがいハニワも可愛いよね。ハニワの中で私一番可愛いと思うよね。うがいのやつが。まあ、あの、声はあれやけど。声はあれやけど。はい、そして2階へ。お。あ、なるほど。占いしてもらうんじゃなくって、もしかして自分がする側するのが好きってこと？え、これは誰かの遺体とかじゃないよね。大丈夫よね。え、あれですよね。ただのモニュメントとかそういう感じですよね。恐ろしいわ、なんか。すごいね、なんか。ひたすら占いセットみたいなの。めっちゃ集まっとるやん。誰を占うんだろうか。そして何？黒魔術とかにももしかして手染めてる？そのための材料とかかな、これ。それか被害者とか。被害者、犠牲者。はい、お邪魔しました。1階と2階でだいぶ雰囲気が違うね。1階超女の子やったけど、2階どうした？占い。ね、可愛いものと占い。両方を合わせても、女子力満開な感じやのに。あ、なんか雰囲気がまたガラッと変わった。もしかして四隅で全然村自体の雰囲気も違うってことかな？急激になんか、遺跡とかいろいろ出てきたんだけど、遺跡じゃないかもしれんけど。ほい。あ、なんかこれで道が作られとる。マイレザの柵で。面白いね、そういうの。はい、そして、あ、まあ、びっくりした。何かと思った。三軒目のお家は、まあ、なんかこの、村の奥深く、まあ、奥深くはもう一個向こうかな。ん？ここの住人さんは家の中かしら？かな？なんかこの辺あれやね、化石とかもいろいろ置かれてある。ほい、お邪魔します。あ、いたいた。なんか、ここも、すごいカラフルで、個性的な家だな。チャールズ。チャリチョコ村は楽しいです。あ、外国の人っていうことやね。なるほど、なるほど。海外から噂を聞きつけてやってきたんかな、チャリチョコ村。でもあれだよね、家具自体は別に、普通っていう感じなんかもしれんけど、ものすごく、床が個性的なんだな。この壁は？この壁もマイレザ？てか、壁と床はマイレザかな？ぽいよね。あ、なんかちょっと図書室みたい。あ、ちょっとここの雰囲気だけで言ったけど。この一角の雰囲気だけで言ったけど。図書室にパソコンとかも置いてあるやん。なんかそういう感じ。はい、それじゃあ2階へ。お、2階めっちゃ和や。和の中になんかちょっと変なものも混じっとるけど。お、そしてなんか宝が。どうした？まあ、でもあれやね。まあ、外国の人やけん、こういう和風な感じがめちゃくちゃ好きってことかな。いいね、いいね。しかし砂の上に座布団。いや、面白い。いいと思う。お邪魔しましたで、今度こそ、あれやんね。本当の、この村の、一番奥に。あ、この道かわいい。いいね、いいね。なんか板の上に、枯れ葉？枯れてはないか。落ち葉がいっぱい。この辺和風ゾーンって感じ。お、住人さん。ウィリー。口にチョコついてるよ。マジで？食べてきたのバレた。さっきベンチの下に置いてあったんよね。てか、かわいいな。服。クマ？クマの服？これは？前でさ？普通にあるやつ？見たことないような。はい、お邪魔します。あ、なんかすごい綺麗。なんか思った感じと違う。え、なんか、こんなね、村の奥深くにあるけんさ、もうちょっとなんか野生的な家を想像しとった。どういうことって感じかもしれんけど。え、なんかすごい清潔感があって普通に綺麗なんやけど。はい、それじゃあ左の部屋へ。はい、左。
家の中にこういうテーブルがあるのって珍しいね。まあ、でも。ここは台所ってこと？ここキッチンで、ま、いろいろと調理。てか、主にパンがメインな気がするけど。お？そしてそこには、なぜか洗濯機が。なんかいろいろと組み合わせ方が面白いな。でも全体的に全然ごちゃごちゃした感じじゃないんよね。なんか面白いもの置いとるなとか面白い組み合わせやなって思うけど、なんかおしゃれよね。なんなんやろ。私がやったらぐちゃぐちゃになりそう。はい、そして奥の部屋。あ、なるほど。あ、こういう感じやけん、ベランダ的な感じなんかなって思ったけど、ベッドとか置かれてある。花もあるのに。そしてワンコ。なんか永遠の謎よね。こういうキャットタワーがあるのに、猫家具がないというのが。ね、招き猫ぐらいしか。はい、そして、お？右側の部屋へ。ほい、右側の部屋は、びっくりした、入れんのかと思った。は、あんなところにベルの山が。いいね、いいね。え、こんなところにろうそく置いとったら、なんか、燃えてしまいそうよ、植物が。大丈夫？その辺は大丈夫なの？ここもなんかすごいぎゅうぎゅうにいろんなものが置かれとるけど、それでもなんか、おしゃれなんよね。そういうセンスをください、私に。はい、そして、2階へ。あ、これ外で着とったやつや。外で着とった熊の服や。ってことはやっぱり前出たってことよね。かわいい。いいね、このなんかちょっと、なんていうん、シュールな感じ。このシュールな感じ、いいね。そしてなんかめっちゃ犬飼ってるな。すごい、いろんなところにおるね。あ、なんかこのベッドの色味かわいいんやけど、めっちゃ。え、なんか超かわいい。いいね、いいね。なんか、グレーとパステルグリーン。はい、そして、地下へ。お、地下はお風呂。ここに座るところもあるんやね。あ、トイレもあったわ。あ、待って、壁に気づいてなかった、私。まさかの透明の壁があった。なるほどね。まあ、やっぱ、水が飛び散ったりとかするけん。そういうの大事。ちょっと座ってしまったよ。なぜか。え、なんかトイレに貯金箱置いてある。でもこの間なんかツイッターでね、面白いの見たんよ。なんか、一回、うっこをするたびに、貯金をしていくっていう。なんかいろんな理由でみんな貯金をするんやね。面白いなと思った。ほら、さっき置いてあったやつ。あれやね、そのデザインが好きすぎて、何着も持っとる感じなんかな。こうなんか、芸人さんとか、ね、いつも同じような衣装着とる人だって、なんやろ、同じデザインの何着もタンスの中、クローゼットの中に持っとったりとかするけど、そういう感覚なんかな。気に入って何着も同じのを持っとるっていう。あれなんやね、この村って、橋が一つしかないんや。そしてほら、やっぱり歩いていけば行くほど、めちゃくちゃ雰囲気が変わっていく。あ、それで？それでなんか散歩におすすめの村なん？確かになんか歩き回りよってめっちゃ楽しい。どんどん変わっていく雰囲気がめっちゃいい。いいね、いいね。そういう、なんか歩きよって楽しい村いいね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかみんなそれぞれね、村で、季節とか全然違うけど、なんかその季節が恋しくなるよね。ああいう思いっきり、もみじとか見よったら。